皆さんこんにちは。今日は中高年の車中泊について、楽しく安全に手短にちょっと語ってみたいと思います。まず移動時の注意ですね。1日のマックス移動距離を決めておくっていうのがいいと思います。高速なら400キロとか、下道なら200キロとか、自分のペースで決めて、それ以上走らない、疲れますからね。あとですね、暗い時、移動しないってことで、知らない土地での、夜間走行は疲れるし、リスクが高いですよね。あと休憩はこまめに取りましょう。1時間に1度、年取ってくるとトイレも近いですから、そのぐらい休んだ方がいいと思います。あと道を間違ってもですね、とりあえずそのまま進んでですね、行った方がいいです。私の場合ちょっと結構ナビの指示タイミング通りに分岐できないとか曲がり損ねたっていうのがあるんで、そのまま進んでもね、リルートしてくれますんで、慌てないでやってます。あんまり慌てて U ターンとかするとね、事故る場合あるんで、慌ててもいいことはありません。はい、次、車両ですね。車は一番車中泊にとって大事なんですけど、燃料は半分に以下だったら早めに給油しましょう。ガソリンスタンドも昔と比べて減ってますし、田舎の方では日曜日営業していないところもありますんで、結構早めに、常に満タンを心がけて出た方がいいのかもしれないですね。あとメンテナンスを怠らないということで、最近の車は故障しにくくなってますけど、出かける前はですね、エンジンオイル、冷却水、空気圧など基本的な点検して出かけましょう。旅行計画ですね。車中泊は無計画でも行けてしまうんですけど、移動時間とか距離、休憩場所、あと観光する場所などをね、しおりなんか作ってね、作る工程も楽しみにしてですね、出発まで期待を高めましょうね。その通りに行くかどうかはよく分からないですけど、大体ですね。あと1日の予算ですね、お金は大事だよってことで、1日のガソリン代、食費、缶コーヒー、お風呂代、これをあらかじめ決めておくと計画しやすいですね。観光したいところはあらかじめリサーチして、休みとかどうか確認していきましょう。レストランや食堂も Google マップで営業時間を確認してから行きましょう。時間に余裕あるときはですね、のんびりそこで休むということで、先を急ぐとあんまりいいことないんで、ゆっくり行きましょう。携行品リストですね。持ち物、保険証、マイナンバーカードですね。いつ具合が悪くなるかわからないんですが、これは持ってた方がいいです。薬ですね。皆さん何かしら飲んでませんか。飲んでない人は羨ましいですね。めんどくさい薬を持って歩かなくちゃならないのは辛いですけど、それがないとちょっと具合悪くなるんで、これは持って歩きますね。あと財布ですね。当然ですけど現金、カード、プリカ、忘れる人はいないと思いますけども、財布は落とさないようにしましょうね。浅いポケットとかに入れて歩くと落としますんで、気をつけてください。あと着替えですね。これジャージがあるとね、重宝するんですよね。パジャマ着て寝るのもいいんですけど、ちょっと出歩けないしね、ジャージをパジャマ上がりにして、出歩くのも楽ですし、ちょっとした修学旅行気分でいいと思います。ゴミ処理まで行っちゃいましたね車中泊連泊するとゴミがね出るんですよね。当然ですけど、そんな感じで、コンビニ弁当で済ます場合は、イートイン可能なところであればイートインして、ゴミやコンビニで処理してもらいましょう。あと車内にゴミになるものはできるかに持ち込まないっていうことですよね。
で捨てられるときは少しでも捨てましょう。でゴミではありませんけどトイレ、一応ね携帯トイレは持ってた方がいいですね。まあ年取ってくると我慢の限界が若い時と違ってすぐ来ますから、はい。まあ携帯トイレは一度使って車の中でですね、あの使用方法をマスター中に置かないとですね、本番で失敗するとシャレでになりませんから、はい。そんな感じでね、あと、まあ、最後にですね、あの知らない土地ではね、運転マナーが地元と違うっていう場合がありますんで、ちょっとあの気をつけないといけないんですけども、周りの状況に周りの状況をですね、十分考慮して安全運転に心がけましょう。はい、あと車中泊のマナーについてね、皆さんにはちょっと分かってると思うんで、ちょっと割愛します。はい、あとね、よそに行ったら自分は他県ナンバーなんでお邪魔してますっていうような気持ちでね、行動しましょう。なんだかんだ言ってもね、旅は楽しいですから、旅先のワクワク、ドキドキ、結構寿命を伸ばすと思いますんで、皆さんのね、車中泊が楽しく安全であることを祈ってですね、終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。